皆さんこんにちは、丸山渚です。本日ご紹介する映画はミクロキッズ。まずは簡単にストーリーをご紹介します。科学者のウェイン・サリンスキーは自宅で長年物体を縮小するマシンを作って実験をしています。しかし物が縮むどころか吹き飛んでいってしまう始末。そんなサリンスキー家のお隣にはトンプソン家が住んでいます。家族で釣りをしに行く準備をしているのですが、次男のロンは庭でバッティング練習をして遊んでいます。ロンが遊んでいるうちに野球ボールが飛んでいってしまい、サリンスキー家の窓ガラスを割ってしまうのでした。その先にはあのウェインのマシンが。暴走し始めたマシンは部屋にあったソファーをなんと縮小化。ボールを取りに来たロンとサリンスキー家の長男ニックも縮小してしまいます。なかなか戻ってこない2人を心配したサリンスキー家の長女でニックの姉であるエミーとトンプソン家の長男ラスが様子を見に来るも、2人もマシンの暴走によって小さくなってしまうのでした。わずか6ミリサイズになってしまった子供たち。ウェインが会議から帰ってくるのを待ちます。しかし会議がうまくいかなかったウェインはマシンに八つ当たり。6ミリサイズの子供たちの声は届かず、マシンを破壊してしまうのでした。ウェインは小さくなった子供たちに気がつかないままマシンの破片を掃除し始め、子供たちも一緒にゴミ袋にまとめて捨ててしまうのでした。ゴミ袋からなんとか脱出した子供たち。目の前には家の庭が広がっているのですが、まるでジャングルのようです。果たして子供たちは無事に家にたどり着き、元の大きさに戻ることができるのかというストーリー。はい、今回はミクロキッズをね鑑賞したんですけど、昔ね、東京ディズニーランドにミクロアドベンチャーっていうシアタータイプのアトラクションがあって、そのアトラクが大好きだったんですよ。でもなんかよくよく考えてみたら原作の作品を見たことがないなって思って、まあね、こうディズニープラスをバーってこうなんかないかなって探してた時に見つけたので鑑賞しました。だけどアトラクの方ではね、もう登場するニックが大きくなっていたし、弟のアダムも出てくるので、時系列的には2作品目の後なのかな。いやー全然知らなかった。でも今作にね出てくる縮小マシンは実際にそのアトラクにも出てきて、観客とニックが小さくなっちゃうってくだりがあるんですよ。懐かしいなあれ大好きだったんだよな。ネズミがこう足元を走ったりね、授賞式っていう設定もすごい良かったですし、プレショーも大好きだったんですよね。あそこのねアトラクションは結構変わっているんですけども、世代的にはミクロアドベンチャー世代なんですよ。途中でキャプテン EO の再演があって、なんかそのまんましれーっとクローズしちゃったんですけど、いやーもう本当に好きで、行ったら絶対見に行ってたのにな。また見たいですね今はねそのキャプテン EO の再演も終わって、スティッチエンカウンターっていうアトラクになっていて、それはそれですごい面白いんですよ。ディズニーシーでいうタートルトークみたいなね、スティッチとこう会話ができるんですけど、いやーいつかまたミクロアドベンチャーも見たいですね。さて映画の感想というよりもね、東京ディズニーランドの思い出話になってきちゃったので話を映画に戻したいと思うんですけども、作品の舞台としては自分の家の庭っていうね、とってもスケールが小さいんですけども、でもまあ子供たちは6ミリサイズになっちゃうので庭がもうすごいジャングルなんですよね。なんかそこのギャップが面白いなと思いました。私はなんかそのアトラクの知識しかなかったので、勝手に研究所の話だと思っていて、まさかのね自宅が舞台ってことに驚きました。そんな小さい範囲での話だったのっていうただね、ちょっと見る上で注意点というか、めちゃくちゃ虫が出てくるので、虫が苦手な人にはあまりおすすめできないかなって感じですね。子供たちがこう6ミリサイズだから虫がねもうバカでかいんですよ。見ていてねうわって言っちゃうぐらい怖いんですよ。まあそれだけ造形がすごいってことなんですけど、私もそんな虫得意ではないですけど、まあ一応見れたは見れたんで、まあ試しに見てみてうわって思ったら、そのシーンだけねちょっと薄めで見てもいいんじゃないかなと思います。で今ならこう CG でできることも結構物理的に実際にやってるシーンばっかりなので、それがすごく個人的には刺さりました。昔の映画が好きなのってそこなんですよね
なんか今のね、その CG 作品と比べちゃうと、もちろんリアルさには欠けるし、どっちかっていうとこうおもちゃ感があるんですけど、それがでも好きなんですよね。だってね、途中でこう、まあ、とあるものに吸い込まれそうになるシーンがあるんですけど、もうね、思いっきり役者を引っ張るワイヤーが映ってるんですよ。もう笑っちゃいましたよ。めっちゃ映ってるじゃんと思って。なんかでもそれすらも愛おしいというか、前にご紹介したスパイキッズとかも、なんか着ぐるみ感とかこう手作り感が好きで、あれはもう2000年入ってからの作品ですけど、なんだろうな、今の CG ゴリゴリの作品も素敵なんだけど、実際のセットをこう役者さんがね走り回ってるっていうのがなんか好きなんですよね。リアルじゃないけどリアルみたいな、こうちょっと矛盾してるんですけど、すごい好きでした。あとこの作品の好きなところは、バカだなーってこう笑える絵面が多いとこかな。あまり言うとねネタバレになっちゃいそうなので、詳しくは見てほしいんですけど、もうねなんかやばいんですよ。これがお隣さんにいたら、もうあ、なんか引っ越さなきゃやばいかもみたいなね。マジでやばかった。あと全然話は変わるんですけど、オープニングクレジットが最高でした。アニメーションなんですけど、それがねとっても可愛らしくて、音楽も最高なんですよね。今作は結構ずっと音楽がいいなって思いながら見てました。すごい80年代っぽかったな。さてここからはネタバレありでお話ししていきたいので、まだ見ていないという方やネタバレを聞きたくないという方はチャプターから飛ばしていただければと思います。はい、いやー、まあ、さっきも言いましたけど、まずは虫の造形ですね。もう気持ち悪い。造形がすごすぎて気持ち悪かったんですよ。怖いし、でもなんか途中でアリンコが懐くじゃないですか。それがねなんか怖いんだけど可愛いみたいなね。アリンコに、なんだろう、あの顔の前にこう餌をね持ってって、餌で釣りながら移動してたのは笑っちゃったな。絵面がすごすぎて。あといいなって思ったのはレゴブロックの寝床ね。私もあそこで寝てみたい。なんか子供たちの隠れ家って感じがしてワクワクしましたね。何よりあそこのラストエミのやりとりがたまらん。思わずこうキュンとしちゃいますよね。お決まりの展開ではあるけど、もはやその展開をやってくれてありがとうみたいなね。可愛かったな。ラストもね良かったんですよ。お家に帰ってきて、大きい七面鳥越しにこう目を合わせたり、テーブルの下でね足コツンってしてイチャイチャしてたり、可愛かったな。あの冒険をね通して子供たちが成長していくのはもちろんなんですけども、子供がいなくなっちゃったってなった大人側も成長したというか、それぞれに気づきがあったのも良かったなと思いました。どうしても子供たちがメインになると思うんですけども、大人側にもきちんとスポットライトが当たってたっていうか、うん、あまり難しいことを考えずに見れる作品なのは間違いないんですけども、そういうところもこうしっかりしていたのが作品をより面白くしている要因なのかなとも思いました。いやー面白かったな。冒険シーンとかはちょっとグーニーズ味を感じました。私だけかな。なんかグーニーズっぽいなって思ったんですよね。でさっきもちょこっと言ったんですけど、この作品続編があって、まあ2と3があるんですよ。これはね近々見たいと思います。ミクロアドベンチャーを思い出してみると、まあ1作目の小ネタみたいなのもやっぱりあって、っていうことは2作目の小ネタも絶対あると思うんですよ。いやーなんかもっと早く映画見ておけばよかった。知ってるからこその楽しさが絶対あったと思うんですよ。もうね今見れないからね。いつかキャプテンイオみたいに再演してくれないかな。なんかディズニー行きたくなっちゃいますね。まあちょっと話はそれましたが、作品自体は93分と休日とかにサクッと見るのにちょうどいい長さなので、ぜひこの週末にね気になる方は見てみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はミクロキッズをご紹介しました。それではまたね。